久保さん、脱、脱円依存でもいいんじゃないですか。はい。まあ僕、円依存してまして、もうペーペえ、ペ a ペ p 依存ですね。はい。現金の依存からペーペー依存に変わりました。電子マネー。もう本当ね、現金を使うことがなくなりまして、今年は5万円を、えっと、5月頭に5万円。いつ下ろしたかな 今年ね、現金おろしたのね、1回なんですよ。5万円しかも。<laughs> 今年1回ですよ。現金おろしたの。5万円。<laughs> もう基本 PayPay ペペですね。まあもしかクレカなんですけど。も現金ほとんど使わないですね。うーん。で、今度6月15ぐらいからまた PayPay ペペジャンプやるかな。うーん。 僕、毎回そのペイペイは10万円ぐらい使ってるんで、ペイペイステップっていうのがあって、まあ、それクリア、10万円とプラス回数ですね。回数をクリアすると1.5倍ぐらいの還元率になるんですよ。だから常にペイペイで、まあ、後払い設定もしてるんで、で、イペイステップをクリアすると1.5倍ぐらいになるんで、毎回ペイペイで支払うと必ず1.5%ばっかあるんですよね。だからそので、まあ、だから年間100万以上使ってますね。 まあでもこれ現金で払うのか。現金で100万。だ100万の1.5%ってな、いくら戻ってんだまあ計算すれば出てくると思いますけど。まあ必ず1.5%戻ってくるわけですよね。でも現金で100万払ったとしても、まあ1.5%は戻ってこないし <laughs>。うん。だからこれね、ありがたいですね。だから僕はもう電子マネーも本当ありがたいなと思いますけどね。でも使ってない人からすると、まあやり方わかんないでしょうね。まあ、ややこしいみたいな。 うん本当ありがたいです。買い物だって僕の中ではもう買い物したら必ずバッグがあるっていうもう常識なんですよ。しかも1.5%です、ね。まあ毎月 PayPay ペペステップクリアしてますから。うん。だから現金使うメリットってあるのかな、まあ、久保さんだったら現金を使うメリットをお話しいただけると思いますんで楽しみにしてます。いってらっしゃい。